今日のリセットのテーマはゴミ拾い。ゴミ拾いと聞くとあなたはどんなイメージ？地味、大変、めんどくさい、そんな思いを持つ人も多いかも。実は今ゴミ拾いが世界初のゴミ拾いアクティビティ、なんともスタイリッシュなゴミ拾いから、ゴミを拾ったら見ず知らずの人から感謝されるというゴミ拾い専用アプリまで、令和の今ゴミ拾いがエンターテインメントへと進化してきている。豊かな瀬戸内海を未来につなげるという思いを込めて、サザエさん OHK 瀬戸内環境キャンペーンリセット。新年一発目のリセットをスタートしました。今日はちょっとほのかちゃんが別のお仕事でお休みということで、いやー忙しいね、はい、何がないですよ、まあ、でもほんまに、まあ、このリセットでね、なんかもっともっと皆さんが楽しんでいただけるようにね、はい、我々も頑張っていきたいなと思いますよ。そうですよね、うん、2021年一発目のリセット、テーマはゴミ拾いです。ゴミ拾い、はい、ゴミ拾い、ちょっと待って、ちょっと待って爽やかに登場した2人の男性、彼らが乗っているのは前に大きなカゴがついたキックスケーターのような乗り物。今日はあのゴミ拾いをすると聞いて、我々はこれゴミ拾いです。これこれがゴミ拾いです、はい、ゴミの出し方はなあ、これどいや、そうね、子供パニックなさすぎて、子供見たことなさすぎて。実はこれピックアップスケートというゴミ拾い専用の乗り物。街を颯爽と走りながらゴミを見つけたらかっこよくつかみ前かごに投入。ゴミ拾いとは思えないクールさが魅力の乗り物だ。こんな昔からあったんですか？いや、ないです。これ私が作ったんですよ。はい、作ったんですか？そうですそうです、はい、プロデュースしたというか、作って、生産しているという。すごっ、はい、どでかいところで掃除したのあります？あります、渋谷 のハロウィン明けに行ったんですか？はい、全国人から集まってすごっ、12人集まってやりました。あそこの後を掃除したんですか？やりました、はい、ゴミすごいんですよね、あれね。すごかったです、乗りたい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 。ということでピックアップスケートに挑戦、いきます。難しいんだもん。難しい。そうやろ。頑張れ。よし、行きます。頑張って。ちょっと馬にしか見えなかったです、私は。なんか独特なリズムありましたよね。ありましたね。小柄っていうのと虎なっていうの両方あるから。なんかね、集中できないよ、はい、見た目より難しいピックアップスケート、でもこれを乗りこなせばかっこいいだけでなく楽々と広い範囲のゴミ拾いができる。すると桑原さんからこんな事実が。あ、惜しい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 。一番難しいゴミっていうのは、もっとそのなんか細い櫛だとか、そういったゴミっていうのはすごくもうつまみにくいので。いや無理でしょ、これどうやってつまむんですか、はい、つまめるんですか。でも難易度が高いというのが、焼き鳥などの串やタバコの吸い殻、走りながら拾うのは至難の業に思えるが、すごい、あのスピードのまま勢いよく蹴り出したスピードのまま細い串をしっかりつかみカゴの中へ。高難度のゴミを拾った後の後ろ姿もクール。これほんまにすごいな。すごい、びっくり。
ありがとうございます。激励ですか？もはやもうパフォーマンスです。いや、本当。でもあの今はね、こうゴミを自分たちで用意してゆっくり取りましたけれども、街にいざ出てゴミ拾いするってなったらどんな感じなのかなと思いません？確かにね。これそもそもゴミ自体を探しながらってことですよね。そうですね。どこにあるか分かんないですもんね。じゃあ商店街とか？商店街とかでやることもあるんですか？ありますね。いけるかな。いけますか？ということで、さあ商店街へやってきました、はい、やってきましたじゃない雪降りだしたよ。そう、奥山でこんなにね勢いよく降るの珍しいですよね。すごいね。寒さは増してますが、誰か助けて。舞台は岡山駅前商店街。110メートルの直線距離でカジとユウヤがゴミ拾いに挑戦。やるんはええんやけど、うん、もうせっかく僕とこれユウヤがやるから勝負させてくれよ。勝つ？とにかく、うん、多くここに集めれた方の勝ちにさせてよ。拾えることが大事。うん。2人は実際に落ちている町のゴミをかっこよく拾うことができるのか。勝負スタート。よっしゃ、よし、行くぜ。ゴミすごい。これ難易度高いやつ。イエイ、ゲッツ、オッケー、あった、あれ行こう。おい、あ、しまった、しまった。一方、ゆうやも、おー、すごい。何があった？タバコ。お、見せて見せて。お、ビニール。やばい、なんかめっちゃ見つけてる。ここいっぱいあるの、いっぱいあるやつ。おばちゃんいるな。一見綺麗に見える商店街も広い範囲を走ると足の方にゴミが。結果は12個です。12個。この短時間で入りました。コーヒーのね、カップ、カップ。でももうこういうね、サンドイッチの袋で、やっぱりタバコがちょっと多かったな。タバコがね。ゆうやくん何個でした？10個です。10個。ほとんどがタバコの吸い殻で、あとはなんか食べた後の袋みたいなのがほとんどです。はいはい、この短時間で結構取れてますね。結構取れてます。競技時間は4分間。ピックアップスケートだと歩きながらゴミを拾うよりも移動が早く、これだけのゴミを拾うことができた。すごい楽しかった、うん、ゲーム感覚、こうやって競い合ってできたのも楽しかったんですけど。今後さらなる目標とかってあるんですか？これをもう ある意味そのプロスポーツのような、もう世界のそういうものにもしていきたいというふうに思っていて、ニューヨークとか。大ニュースなんかね。ゴミ拾いっていう言い方すらなくなるかもしれないですね。ダサいだ、言っちゃうわけですよ。ダサいじゃないですか。いや、そういう、なんかあんまりそういうふうに言いたくもないなぐらいな感じで、まあ、軽やかにこう楽しんでるので。あ、お二人にとってゴミ拾いって何ですか？まあ、遊びであり、スポーツであり、技術ですね。生き様ですかね。すごいな。令和の進化系ゴミ拾い、今後どこまで広がるのか。続いては岡山県庁にやってきました。はい、イエーイ。岡山県庁で体験するエンタメ化したゴミ拾いとは。ゴミ拾い専用アプリ。ゴミ拾いのためだけのアプリとは一体？こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。このゴミ拾い専用アプリがどんなものか知りたくてやってきたんですけれども、まあ、今流行りの SNS をゴミ拾い専用に特化したアプリ、これですね。これ、お、ピリカって書いてますね。はい、ピリカ。このピリカがゴミ拾いを楽しくしてくれるアプリだというが、気になる使い方は。クリーンアップ岡山ピリカ、開けます、ね。はい、あ、これで地図が出て。そうそう、アプリを開くと出てくるのが周辺の地図だが、そこには
これをですね、過去に拾ったところが載っています、うん、あ、その場所場所でゴミを拾いましたよってマークなんですか？そうです。これを拡大するとこの時に拾った写真が出てきます。ピリカはゴミを拾って写真を投稿し、ありがとうやコメントを送り合う、まさに新感覚のゴミ拾い専用 SNS。 よくあるインスタグラムとかツイッターって自分の日常趣味とかを写真投稿しますけれども、はい、これは本当に拾ったゴミを載せる。そうで、ここにこんな落ちてましたよっていうのをみんなで共感すると。そうですね。これはこれまで拾われたゴミの数ってことですか？これはそうですね、これが国の数で、これが拾われた個数。国が何個ですか？108。すごいな。拾われた個数何個ですか？それ何？1億1億7千ぐらいですかね。1億7千。世界中でアップされるゴミの写真、例えばタイ、バンコクを見てみると、これ見えるかな、ちょっと時間かかる。バンコクで拾われたティッシュゴミの写真が、すごい。ということで実際に街に出て体験。ここに捨てそうな、そっち見ていってな。こうじゃ俺こっち見るわ。あ、見つけた。え、見つけた。何？なんかこんなやつ。じゃ何これ。あー、何これ、カップ麺のやつか。よし、これで写真撮ろう。これで、ちょ待ってよ、こちゃん、まずここで押します。で、写真このカメラにして、で、これを撮ります。もうちょっと近くして。そうやな、ちょっと待ってよ。こういうね、ここにありましたっていうんでしょうか、こうしようかな、植え込みの中にありましたよっていう。解散。はい、ちょっと待ってよ。ありました。はい、はい、共有する、共有するにして、で、投稿します。いきます、ビョーン。あ、ね、お店もあるから。あ、これ何。あー、これは行くか。ここに、ここへ捨てた証拠が、証拠がありますね。証拠があります。これはひどい。これはね、でもこうちゃん、いい写真ですよ。あ、来た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 。なになに、お弁当の蓋、それを入れてた袋、そしてレシート、丸々一式発見。レシートの金額が777円。どこでフィーバーしてんねん。このカジとコウスケの投稿にはリセットファミリーが送ったものも含め36人のありがとうと5件のコメントが寄せられた。ただいま。ただいま。なんか他の SNS とはちょっと違う感覚。あ、そうですよね。なんか他の SNS って多分基本的には自分のことを見てっていうのが多分多いと思うんやけど、これに関してはなんか本当にこんなのあるからみんな一緒に綺麗にしていこうねっていう仲間作りな感じがして、なんか楽しい。なんか楽しいな。なんか楽しい。楽しいやろ。宝探しみたいな。そうやろ。ゴミを見える化する、どこにどういうゴミがいっぱいあってどういう状況なのかっていうのをみんなで共有する。そして、ゴミ拾いに対してみんなでこうモチベーションアップのために使ってもらうことが可能かなっていうので、これをお願いしているところなんですけど。大前さん、はい、大前さんにとってこのゴミ拾いっていうのは何ですか？すごい難しい質問ですね。まあ、ゴミ拾いってなんとなく社会貢献に役立ってるんじゃないかなっていうちょっとした精神安定剤だと思ってます。皆さんもアプリで社会貢献してみませんか？続いては倉敷清涼高校へやってきました。はい、清涼高校、はい、高校。そうです、高校です。今度はあ、来たよ、こちら来ました。じゃん、岡山県で一番ゴミ拾いがうまい女子高生。なんかゴツゴツのムキムキのないっぱい拾うために来たいです。岡山で一番ゴミ拾いがうまい高校生にご対面。こんにちは。
あれ？そこにいたのはごく普通の女子高生。想像していた3人っていうのがムキムキの大きい女の人をみんな想像してきてた。全然違う思ってたと。一見普通の女子高生の彼女たち、実は総ゴミというゴミ拾いの大会で岡山県の中で優勝して一番になりました。え？ゴミ拾いの大会？はい。なんとゴミ拾いにも高校生の全国大会が存在。その名もスポゴミ甲子園。その岡山県大会でこの3人が22チームの中で見事優勝。正真正銘岡山県でゴミ拾いのトップに立った。優勝した時に友達とかに何か言われた？びっくりされました。ゴミ拾いみたいなリアクションで。確かにな。これでも気になるのがその順位、量だけ、もうとにかくいっぱい集めたら優勝できるってこと？いや、そのゴミの種類によって全然そのポイントがちょっとずつ違ってくるので。ここで問題。こちらの5つのゴミの中で一番得点が高いものはどれ？私は瓶かなと思います。なぜ？重たいし、あの風とかでそうですけど、いろんなとこにこう行っちゃったら危ないから。いや、プラ容器かなって。カジは電池、コウスケはペットボトルをそれぞれ選択。果たしてゴミの甲子園で一番高得点のゴミは？正解はタバコ。ほんまに？そう。嘘やろ、ほんまに？一番得点が高いゴミはタバコの吸い殻。ゴミの見つけやすさや環境への負荷の度合いなどから得点が決められているという。この点数やっぱついてる分、闇雲にやるよりもそうやって作戦立てる方がやっぱ強いよね。ペットボトルと瓶缶が点数が高いので、うん、それがたくさん落ちていたので、それをたくさん頑張って拾うようにしました。そこ狙っていったよ、ピンポイントで。スポゴミ甲子園というだけあって、ゴミ拾いはスポーツの精神。得点を稼ぐために綿密な作戦を練った倉敷清涼高校チーム、さらに攻める場所にも秘策が。ここら辺の線路沿いにたくさん落ちてました。ペットボトルとか瓶缶がすごくたくさん落ちてました。そんな大きなゴミがたくさん落ちてるの？昔からずっとそこにあるんだろうなっていう、すごい古いゴミがたくさんありました。それこそほんまに風とかで行ってるってことかな。線路沿いを徹底的に攻める作戦が功を奏し、倉敷清涼高校は1時間で7キロのゴミを獲得。1000点以上の得点をマークし優勝した。それだけまあいろいろ作戦も立てて、こう3人力を合わせて優勝した時はどんな気持ちでした？今までそんなゴミをそのスポーツとしてやったこともなかったし、まあ、それがすごく新鮮で、なんかその楽しくスポーツとしてやったゴミ拾いが結果的にその環境をきれいに保って、海の生物へそのゴミが行く前にそれを防げるっていうのがなんかすごい大会だなと思って、そこで優勝できたのはやっぱすごく嬉しかったです。何よりそのこの2人と楽しくできたことなので、まあ、これからもそのゴミ拾い続けていきたいなって思います。チーム一つになって絆も垣間見えて、ね、素晴らしい取り組みですね。なんかサッカーのチームみたいね。ほんまチームよ。チームプレーだね。スポーツ、パフォーマンス、SNS、 今エンターテインメントとして進化を遂げている令和のゴミ拾い。誰もが率先してゴミを拾う、そんな時代が近づいているのかもしれない。